横浜市立図書館横浜市中央図書館横浜市中央図書館は神奈川県横浜市西区にある公立図書館横浜市立図書館の中核を担う施設である1921年に横浜公園内に開館した横浜市図書館借り閲覧書を前身としている1927年に横浜市図書館として現在地に開館 1954年に神奈川県立図書館ができるまで神奈川県の中央図書館としての機能を担っていた。建物の老朽化と蔵書の増加に伴い、1994年に横浜市中央図書館として再建された。私立図書館の所蔵数では大阪市立中央図書館に次いで日本で2番目の大型図書館である。1階及び3階から5階までが、 分野別に分けられた開花の閲覧室となっている。地下1階の音楽・映像ライブラリーでは CD やビデオなどを揃えている。横浜市中央図書館の前身の横浜市図書館横浜市震災記念館柱割りは三角形に組まれ細胞の増殖を発想させるような正六角形を組み合わせた平面で変形値を最大限活かしている。外見は 角度によっては四角形にも見えるようになっている。外壁は増床温度や湿度の変化から保護するため、外断熱二重壁をオープンジョイント工法が用いられ、最高は主に中庭から行っている。南側の林地に横浜市長校舎があり、また建物の東側は事務室、書庫になっているため、一般の利用者は眺望を楽しむことができない設計になっている。 旧図書館と初代お松会館の用地を利用して建設された。お松会館は横浜市震災記念館の移転先として建設されたものであり、その後は横浜市市民博物館、横浜市職員研修所として用いられた後に横浜市図書館別館からお松会館に改名して結婚式場に転用された。正面入り口の向かい側にあるレストラン棟には、 ハングリータイガーが運営するレストラングリーン・ゲーブルスがあったが、現在は障害者就労支援施設を兼ねた喫茶店、売店のゲアマになっている。1982年、市内の病院院長のコレクションであった中心グラヤー厚労士の研究資料の寄贈を受けた。850点に上る資料の中には1748年に竹本座が観光したジョールリボンやフランス語、 ドイツ語、イタリア語などに翻訳された外国語図書も含まれる。映画パンフレットは利用者より寄贈を受けたものを中心に2012年時点で約5800冊所蔵している。横浜市内の他の公共施設と同様に敷地内には複数のパブリックアートが設置されている。ありがとうございます。